た。なんかもう疲れた。本当にここ1ヶ月ぐらいずっとドボンする1ヶ月だと思ってたら、突然ね僕隊覚え始めてね、こうまさか自分から忙しくするなんて思ってなかったですこのドボンの月に自らの首を自らで締めるとは思ってなかったです。でもこうね、最近それこそマサイちゃんが僕と一緒にこの間迎えたりとか、あ、今から食べるのはなんかもうガチ麺、めちゃ麺あ、ドロスリー出せばよかった、最悪。そう、マサイちゃんが迎えたりとか、この今またヤギちゃんとか、待って、どこまで発表されてるかわかんないから、あんまり私もちょっとなんか誰が僕隊出るんですよとか言えないんですけど、なんか初日メンバーがねこういっぱい増えてる中で、なんか多分この波に乗らなかったら私出なかったと思うし、やっぱここから先いろんなメンバーがねまた出演増えると思うんですけど、わかんないけどってなった時に、なんかうわ覚えたかったみたいななったりとか、なんかそうなるのも嫌だなと思ったし、こうどんどんいろんなメンバーが覚えていくと、なんていうの、私が希望する、まあ、希望するポジションっていうのもあれですけど、なんか私自身はアイドルなんて呼ばないでをやりたかったからそう、そこのポジションがもうワンパンですって言われたら嫌だなと思ってそう、せっかく出るならさ、好きなユニットやりたいじゃん、やりたいユニットやりたいじゃん。いただきます。ここはパス、もうちょっとチンしてもよかったかも。私今月のゲッターズさんの占いね、もうなんか信者みたいになったよ、全然信者とかじゃないんですけど、今月のゲッターズさんの占いで、私どこ行ったかな、写真撮ったんですよね、どこ行っちゃった、予定を増やして自ら忙しくすると今月は開運するよって、そのゲッターズさんに言われたっていうか、まあ冊子に書いてあってそうで、仕事運、求められることが増え、やる気も自然に湧いてくる時期、忙しい方が心が安定するタイプなので、いろいろと予定を詰め込みたくなりそうです。だからこう、なんていうんだね、自分で予定を詰めた方がいいよみたいな。これは有料のじゃなく、有料って言ったら有料なのか、本です。まだ油断はできない。今日の公演 MC でメンバーみんな爆笑を取ってて、え、思った、うちも、え、待ってみたいな、この後にうち喋れないんだけどと思いながら、みんな爆笑を取ってたよね。作太郎さん、これなんだ、隅っこ暮らし、またやばい、ちびっこって言うと言いそうになっちゃった隅っこ暮らし、ありがとうございます。よーし、任せ。
いやもうでも本当なんか、いやもちろんその皆さんにレッスンを送ったりとかみんなと目合わせるっていうのを本当頑張ろうと思ったんだけど、やっぱあのね、すっごいびっくりするくらいこんなに緊張した公演がもう本当に久しぶりってぐらいめっちゃ緊張したんですよ。そうなんでかっていうと、ずっと、ま、B 公演にはね本当に何度も出演させていただいているんですけど、ずっと同じポジションだったからもう緊張なんてもうゼロだったのね、これまでそうだから本当に久しぶりにこんなに緊張する公演をしてめっちゃドキドキしてました。うん、レイダウンのメンバーとの絡みのぎこちなさ、ね、なんかさあれはさ、どっちを集中したらいいんだろうと思って、私はこの曲の世界観に集中した方がいいのかなとも思いつつ、でも絡んでくれるメンバー、ひななさんとかおりんちゃんとかみゆちゃんとかみんながすごい笑顔で絡んでくれるからどっちに集中したらいいのと思って、もう分かんないってなってめっちゃぎこちなくなってましたね。波動の話はもう大森真帆のおかげですよ。大森真帆のおかげで笑いが取れました。はい、波動は本当に真帆ちゃんが本当一緒だったから、本当だからこの間のセリちゃんとレミタンと一緒に出た時がめっちゃ楽しくていやもちろんそのでもやっぱ真帆ちゃんと出ることでこう優勝に一歩近づいてたから、それはそれですごい嬉しいなって思ってたし、真帆ちゃんと一緒に出れるのがすごく嬉しかったんですよ。そうだし、真帆ちゃんのことを守るっていう使命があったからこそ、ほんと昨日の波動の試合ではめっちゃいいとこに、絶対もうなんか今まで以上に一番いいところにシールド貼れたんじゃないかなってレベルでほんといいとこにシールド貼れたし、だから真帆ちゃんのおかげで私自身のシールドプレイヤーとしての腕が上達したのは本当に事実であって、そうそれは本当に事実なのでも本当に絶対に負けたくないんですっていう圧がそうすごかったからこそ、その昨日とかそのレミタンとシェリちゃんと一緒に出た時の波動がすっごい楽しくてそうそうなんですよ、うん、でもあんなにちゃんとシールド貼れるようになったのは本当に真帆ちゃん、真帆ちゃんというか、まあ、チーム B のコーチのおかげであり真帆ちゃんのおかげであり、うん、本当にそう、楽しかった、波動も楽しかったし、波動もありがとうございました。エナジーとスーパーボール皆さん、今日の結婚して投げました今日の結婚してめっちゃおもろい、ハルピョンのシールドの貼り方勉強になった、貼る予定ないけど貼ろうぜシールド。18期が優勝したんでしょ、すっごいね、
やっぱ回数重ねれば上手くなるんだね。あ、17期か。ワンダフルラブ。そう、17期はずっとファンの方と一緒にやってたんですよ。なんか毎回でもホテちゃんうまいなって思ったもん、この間あれで見て。あの最近聞いたよね、 TVer でみんなと一緒に見てた時にホテちゃんめっちゃうまーって思ったもん。ピッチャーさんハートありがとう。いやマジで僕隊は本当に緊張した。でもホテちゃんもあれができるんでしょ、すごいバンバン系のゲーム。え、何バンバン系、なんかゲームが好きなんでしょ。だからすごい狙い定めるのとかすごい上手いんだと思う。ひろゆこさんがハルピョン頭いいのって聞いた時のひーちゃんのめちゃめちゃいいですよね、勢いがすごく。え、なんか裏で聞いてましたよ、あのバカそうに見えてみたいな言われてたよね、なんかあんな感じに見えてみたいなおいおい、いや別にめっちゃ頭いいわけじゃないですけどあれはキャラなのみたいなあんななんかふわふわしてるのはキャラなのみたいな。全然ふわふわしてるのもキャラとかじゃなくてみたいな、楽しんでるだけです。ツインテールして似合う髪型をしてるだけ、私自身似合うなと思う髪型ツインテールしていっぱいくっつけてそりゃバカに見えますよね。なんか髪の毛伸びすぎててツインテールめっちゃ邪魔だったてか多分僕隊の振り付けのあれなのかな、未来の果実とかさこういう振りあるじゃん、サビでボイスがここの時これめっちゃ邪魔と思ってもうツインテール邪魔と思っちゃった。やっぱ初めてツインを邪魔だと思ったのめっちゃ邪魔だった本当に。他にも言ってる人いたけど、ひーちゃんのはるちゃん呼び好き、ひーとゆいゆいかな。クレナもそうなんですよ、初期子供だった組そう、なんか初期子供だった組がはるちゃんって呼んでくれてて、てか初期から本当になんて言うんだろう、やっぱ一緒にいた時間が長い組かな。やっぱ関東のお姉さんとかは全然あれじゃないですか、なんか一緒にはあんまりいなかったんですよ、そう他の地方のメンバーとかも。でもひーちゃんとかゆいゆい関東の子供ちゃんたちとか、ま、あのクレナとかゆりも最初春って呼んでたんだけど、なんかいつの間にかぴょんすけとかになって、なんかよくわかんないよくわかんないあだ名になってるんだけど、まあそれは置いといて、そう初期の時に一緒にいた時間が長い
と私その時ハルピョンじゃなかったんですよね。そうだからどうしよう、明日お腹いっぱい食べる仕事なんですけど。ボーナスタイム、やっと超対戦相手。やばい。AKB48。めっちゃ食べちゃってる。手加減は無用だよ。始めよっか。大食いじゃない。ピンポンでも54球投げて散った。やばね、うち初日だったのに誰もさチェキ取ってくんなかったんだけど。ねえみんなピンポン弱すぎない？今日の劇場のお見送り大変申し訳ありませんでした。あ、それしかなかったんです。あれは終わった後にオンさんとミヨンさんと一緒に絶対楽しんでたよねって言ってた。喜んじゃってるやんって言ってた。明日朝何時なんだろう。よーし、上がっちゃうぞ。時間は来てるの。めっちゃ早かった。でもクラブ調べてない。クラブそこに行くまでのあれ生き方。ペッパー、胡椒めっちゃ効いてる、辛い。ドロースリーチャンス。ダイヤ。ドロースリーチャンス。ドロースリー。よし、もう一息。上がり。明日何時に着かなきゃいけないの？間違えた。勝負に出よう、対戦相手。AKB48、橋本春奈、手加減は無用だよ。始めよっか。うわぁ。上がるのは私たち。こっちにしよう。一本早いのにしとこ。ね、もういいやん。まだ油断はできない。エイト使ってみる？エイト。明日から福岡いいな。波動何？なんかな、何？何なの？第何十ドラフト？何？誰が選ぶの？直吉さんハートありがとう。おめでとう。お見送りおりんちゃんがいるのでどうしても頭にカマキリネタしたくなりました。え、なんか牛と全然喋らずにずっとおりんちゃんと喋ってたよね。あれ静岡？待って、やば、もう福岡にしか見えない。
アナカ、ズッキー、マホちゃん、ホテちゃん、あれ、エイトメン誰もいないやん。選ばれなさそう。いいや、まあ、別にどっかのチームには入れるってことですよね。じゃあいいや。え、できないとかあります？どこのチームにも所属できないとかあります？それはない。どっかのチームには入れるってことですよね。別に何順でも落ち込まない。入れるならそれでいいや。うん、後輩ばっか。 AKB48 橋本春奈、手加減は無用だよ、始めよっか。上がるのは私たち。残念。どこでもいい。強いチーム。え、多分私がシールド上手いってことか、知らなそう。上手いとかじゃないけど、うん、シールドできること知らなそう。上手くはないけど、できること、いいです。アピールしてなんか最後の順番で呼ばれても嫌だから。我こそは優勝するぞっていうチームに入りたいですね。あといっぱい出させてくれるチーム。いっぱい優勝させてくれる、いっぱい出させてくれるチームに入りたいです。楽しかったけど、これを初日はやっぱ緊張してるから、そう、すっごい張り詰めるじゃないですか。自分自身も、周りも助けてくれるし、自分自身も張り詰めるし、でも次出る時にこれが崩れるのが一番ダメなので、ちゃんと覚えておくぞ。と思ってます。お腹いっぱい。うん、嬉しい。ごめん、テレビじゃない、テレビ食べながら、テレビじゃない、ご飯食べながら、嬉しいって言っちゃった。テレビ食べながら、ハマった、沼にハマってくれた。パンチャイ
8分ね。今日のテレ東は出るか分かんない。多分なんかインタビューとかはされてないから普通にチラッとは出ると思うけど全然出なさそう。でも1日目だから高めツイン探せばいいよ、それで見やすいでしょ。想像の 1.8 倍はちゃんと踊れてて余裕がありそうな表情だった。よかった。 1.8 倍、2倍じゃないんだいやでもなんか本当に、なんか本当にせっかくピョンズがこんなにいっぱい入ってくれてるのに、どうしてこんなにもう私はレスを送ってあげられないんだってすっごい悔しかった。もう本当なんかもうB 公演ぐらいの余裕があればって思いながら、もっとたくさん出たいし、もっとたくさん練習しようって改めて思いました。ぴょんのペンライト多かった。初日だから嬉しい。黄色ダイヤ、あごめん言うの遅れた言うの遅れた。全メンバーとショショットは取れた。嬉しい。でも本当にオリンちゃんもっていうか、もうその僕隊の先輩方みんながいっぱいウサギポーズしてくれて嬉しかった。なんか後ろから見てて、めっちゃウサギやんみたいなめっちゃウサギやんみんなと思ってめっちゃ嬉しかった。本当に目合うたびにウサギポーズ、ユイリさんとか目合うたびにウサギポーズしてくださったし、メグさんがひまわり終わった後の MC の時間あるじゃないですか、竹内先輩までの間の私が着替えてる時に、あのオンデマンが流れてるんですね、テレビみたいな感じで、その私たちの楽屋にも。そこでメグさんがめっちゃ可愛かったって言ってくださって、なんか見てたけど本当に可愛かった、嬉しいと思って。めぐちゃん、やばい、めぐさんって言ったらダメ、今日もタメ口で喋ってって言われたのに危ない。めぐちゃん、あこれひななさんがくれました、可愛い。初めてこう通常公演に一緒に出たのがユイリーさんとメグさんとミヨンさんだった気がする。メグちゃん、何？ありがたいけど、ありがたいけど、忖度対戦だった。ボーナスタイムやってるよ。勝負ない。いいの、もうめんどくさいから、めぐちゃんは後輩じゃないから、先輩。15期さんいいの、上がるのは私たちもうね、めんどくさく
くないじゃん。いっぱい言われる。自己紹介 MC のお題ピョンズでしたか。だって誰だっけ、何さんって言ってたっけ。いい感じ。あ、そう、リボンさん、ありがとう。すごいみんなの方が覚えてる。誰のファンなんだろうね。全然知らない。こんばんは。公演お疲れ様、ありがとう。ありがとうございます。そう、自己紹介また一番なの。だから誰の。また誰のキャッチフレーズもやらないのうち。また覚えれない。しかも楽屋の場所も一緒。また覚えれない。楽屋の場所も B 公園と一緒。一番最初に吐ける人。人とかがそのなるべく楽屋で手前なんですよ。そうなんですけど、私は今回もう1個目と5個目のユニットだから早替えないから一番奥。このポジションは早替えもないし、写真もあれユニットの時の写真も撮れるから全然なんかいいポジションだよって言われた衣装さんに。あとちょっとなのにお腹いっぱい。食べるけど。あとで食べるけど。今一番お気に入り、この公演で一番お気に入りの衣装。でもやっぱアイドルなんて呼ばないでの衣装を着てみたかったから嬉しかったです。着ることができて。アイドルなんかじゃなかったらはチーム B 公演、1回しかやったことないけどチーム B 公演と同じポジションだったのでとってもありがたかったです、はい、全然新しく覚え直さなくてよくてめっちゃ良かった申し訳ない、申し訳なくはないけどね。もともとそうそう、なんていうの、私のその今回私が担当するポジションも全く一緒だったの。そうだから、え、嬉しいと思って。アイドルなんて呼ばないで可愛すぎ、ありがとう。そう、ビバハリケーンはポジション違ったから
アイドルなんかじゃなかったらがポジション一緒だったから一番自信ありました。一回どっかで披露したことあるってすっごい強くて、そう一番一番余裕でできた。ダイヤ嬉しい、ダイヤ嬉しい。あーハートに変わっちゃった。でもドボンできたから嬉しい。やったね、ありがとう。おめでとう。ボーナスタイム、や超大切。AKB48、橋本春奈。明日でも意外とそんな早くなかった。始めよっか。早いけど、なんか。え、どうしよう配信。なんか明日ワンも遅いんですよね。で、明後日日がなんじゃん。ねえ、やばい。もう毎日朝早い発表。頑張る。毎日朝早い。ちなみに、まあでもありがたいよね、ドボンできるってことさ。そう、ドボンのために早く起きれる。でも明日も明後日も絶対電波悪い。先言っとく、ごめん。電波悪い。嬉しい、ユイディさんがツイートくださっている。やったね。ドロースリーチャンス、スキップ。ドロースリーチャンス、ドロースリー、いい感じ。メグさんもなんかほんとここ最近なんですけど、なんかいろんなメンバーさんとたくさん、まあ、特に先輩方とかと一緒にこうお仕事をさせていただける機会がちょっと増えて、てかちょっとあって、そうミヨンさんもそうだし、ミユちゃんからウィバースでぴょん、ハルピョン小さくて可愛いって来てた。え、嬉しい。だってウィバースってさ、課金しないとさ見れないじゃん。そんなところにさ宣伝しちゃったら、みゆちゃんのファンのみんなさ発表しなっちゃう。最低最低最低女。橋本最低女。今日はこのサイズのお水を、これ3本目、うん、わお、ドボン開始。マギか。48
めよっか。上がるのは私たち。あのさっきメール送ったんですけど、本当にやばくて、で昨日なん1ゲーム目終わった、波動1ゲーム目終わった後のパラメーター見てる時に、左の太ももつったんですよ。つったわけじゃないかもしれないんだけど、なんかピキン、あ待って、レインボースターは大丈夫、ピキーンになって、そう多分近目で見てた人は気づいたかもしれないんだけど、なんかずっと太ももさすってたでしょ、うちなんかピキーンになって、そうそうなの。だから今も右より左の太ももの方がめっちゃ痛いの、本当に。なんかもう取れるんじゃないかってレベルで痛くて、取れるんじゃないか、そうめっちゃ痛くて、今もめっちゃ鬼痛い、マジやばいみたいな。明日は歩けるんかな。明日の仕事はそんな踊ったり歌ったりとかそういう系じゃないので、筋肉痛はそんな多分大丈夫だと思うんだけど、あ右も痛いです。でも全然歩けるかなみたいな。おめでとう、あっかり。でマッサージしたらダメじゃない逆にみたいな、痛い。ありがとう大勢。え、ほんとやばいっす下手側のお立場でほぼ初めてハルピアンでした。楽しい、ありがとうございます。でもあれが本領じゃないのいやもちろん今日の中の 100% は出しました、私自身それは言える。今日の中の 100% は出したけど、ハルピョンの 100% じゃない。そう、うん、だからまた見に来てください。ハルピョンがいる時にぜひ、推しメンとハルピョンがいる時で全然いいので、またその時に来てほしい。ボーナスタイムやってるよ。超対戦。可愛かったので OK、 嬉しい。ありがとう。早くハルピョンの僕隊見に行きたい。でもそうだよね。今日私自身は初日を迎えたけどさ、まださ。生で見れてないピョンズの皆さんはいっぱいいらっしゃるわけじゃないですか。今日入った人たちがピョンズ全員ってわけじゃないからさ、だからまた初日のつもりで舞公演頑張っていきたいと思います。回復薬ありがとうマチュアルさんありがとう。マジやばい。ハルピョン出るまで申し込まない？もうちょっとしたらじゃあ申し込めるかもしれない。待ってて。アイドルあんまり知らなくて、好きになったのが初めて好きになったのがハルピョン。嬉しい。嬉しい。やった。特待に楽しみができた。やった。諸事情でしばらくもえ。いや申し込んだ方がいい。申し込んだ方がいい。結構ガチ。次こそ学校ない時であれ。マジでそれ。でも学校疲れ今日。
公演デビュー観戦、公演観戦デビューがハルピョンが初めてでよかった。こちらこそ、初日よりあっちが大変。あっちどっち、あっちこっちどっち、そっち。お金？お金？お金？とか言って、いやでも、あ、生誕祭。そんな中、ありがとう。よし、上がっちゃうぞ。あ、そう、今日出さないとなんかもしかしたら傷んじゃうかもしれないものだけちょっとあれします。プレゼント紹介するけど、そう、今日じゃないと傷んじゃいそうなものだけ。あとは全然あのお洋服とかなんで、またちょっと区切りついたら皆様にあれするんですけれども、お手紙とかも読むんだけど、またちょっと3日間我慢して、うん、あ、昨日よりまつげ今日調子いい。ちょっとタバカンちょっとつけた、ちょっとだけね。あとめっちゃいい匂いする。このまま多分飾っとけばいいんだよね。これはあれだから、ありがとうございます。これは多分中になんかいろいろ入ってるから、多分これで飾ればいいんだと思う。そう、このスポンジ、緑スポンジ、こうやって飾る。ありがとう。焦らず慎重に行こう。かわちい、素敵な。あら。残念。あれ。私ここね。私ここね。劇場の立ち見の後ろの方になって、お立ち台も使えないファンの人の真似。笑い事じゃないっすよね、ごめん。みんなからしたら笑い事じゃないよね、マジで。
ほんとそう。ごめん、みんなからしたらマジ笑い事じゃない。ほんとにくそーって感じだよね。おいマジかよって感じじゃない。もう一回受ける、かわいそう。なんかさ、身長制限とかやってくれればいいのにね。うん、こっから身長順。はちみ身長順。え、わかる。うちは身長低い立場の人間だからわかる。絶対あれ見えんよなと思って。上がるのは私たち。よーし、上がっちゃうぞ。パン。ここの人はドロースリーチャンス、身長が何センチ以上の人ですみたいな。まだ油断はできない。辛いか、それはそれ。ついてくれないんだけど。前髪切った。切り残されてた8本ぐらい。気づくわけない、気づくわけないよね。ここら辺に8本ぐらいなんか切り残されてたの。今日から感じ。分かるわけない。分かる方が怖い。でも今日はいろんなファンの人に可愛いって言われた。嬉しかった。上がるのは私たち。知らないファンの人たち。
なんか久しぶりにこうなんていうの、先輩じゃない、間違えた、後輩の立場でなんか僕の太陽公演に出場できた、出場出演できた、公演に出れた。そう、なんか B の時は本当基本私が先輩だったんですよ、上から何番目みたいな、上から1番目2番目とかだったから、こう、あ、草取れた、草って言っちゃったこのこれ紐取ろうとしたら草取れた。そう、こう久しぶりに先輩と出られて嬉しかったです。先輩、先輩が多い公演に出られて、昨日デジャビュー踊ってたのが可愛いかお便りと一緒にね、デジャビューって言ってたから、デジャビュー私も踊れると思って今日のメンバーは子さんの方には嬉しいメンバー構成ね、なんかすごい先輩が多い感じのメンバー構成で、もともとタオちゃんじゃなくてモギさんだったし、めっちゃさ先輩って感じのあれだった。そう、おりんちゃんがもう先輩と出るたびに怖いんですよねって言ってたそりゃそうだよなと思って大丈夫、私の初日だから誰にも発表はさせないって言っていた通さん、ハートありがとう。わお、秒ドボ。そう、最近おだえりと一緒にお仕事をすることが多い。波動もそうだったし、まだあれされてない告知できてないやつもそうだし、お見送りはたまたまですみおんさんと隣は、はい、最近よく話すハルピョンって書かれてた。最近メグさん、メグちゃんとおだえりとミヨンさんもそうだし、ユーリーさんはちょっと意図的にっていうとなんかすっごい企んでるやつみたいになるんだけど、あのなんていうの、グイグイ行くように心がけてる。私自身あ、昨日波動で撮っていただいた写真はハッシュタグ橋本春菜写真館をつけて投稿していただけると嬉しいです。全部漢字、ハッシュタグ橋本春菜写真館、見に行きます全部。あ、危ね、あとちょっとなの。聞いて、アイスも買っちゃった。えへ。可愛い写真ありますだって、載せてぜひ、ハッシュタグ橋本春菜写真館で。すごい、みずみんのファンの人がめっちゃドボン迷ってくれてた。マジドボンしていいから、うちのこと全然、うちも推しと出たいから、みずみんファンはぜひハルピョンのことドボンしてください、迷わないで。
本当に迷わないで、推しのためにやって、みんな推しのためにドボンして。だからピョンズはハルピョンズと戦った時は、全員ピョンズだった時はもう鬼忖度してください。全員ピョンズの時のみね。それ以外はもう誰かが上がった方がいいんだから。一人でもピョンズじゃない人がいたらもう自分が上がっちゃってください。全然はず。ボーナスタイム、やっ勝負に出よう。対戦相手 AKB48 橋本春奈、手加減は無用だよ、始めよっか。あやるのは私たち。お腹いっぱい、ごちそうさまでした。ドライヤーしながらアイス食べたらアイスって溶ける、溶けるか。溶けるよね。770キロカロリー完食。溶けるか。今日さリハしてたらサロンパスさ取れてさ、マジこの服にサロンパス臭ついてる。早く洗濯しないと臭い。でも私サロンパスの匂い好きなんですよね。飯食いながらドバンして配信してるのすごい、ありがとう。全部でもやりたいこと好きなことだから全然平気。わしいたの気づいた。だって、え、名札つけてた、名札つけてた。マジで今ほんと全身サロンパス臭の匂い。やばい、明日一緒に仕事するメンバーにサロンパス臭いって言われちゃう。やだ。いや本当に筋肉痛なんです。多分昨日動き、まあ多分本当にもう毎日ここ最近僕の太陽公演やってたし、一人でで波動昨日やって、今日も初日でガチガチに多分固まってるから筋肉とかも緊張で、もう本当よ。もう満身創痍。明日もお仕事、明後日もお仕事、朝早。でも明後日またみんなに会えるってことですよね。嬉しい。ボーナスタイムやってるよ。勝負に出よう。対戦相手。ね、温泉とか入りたい。マジで。静岡で温泉、熱海とか行こうよ。温泉入って帰りたい。上がるのは私たち。うわ、どうするべき。これ8にするか、
8待機か6待機か。8待機。ごめんって。今日さ、ここにさ、私ここにさ、マグネ違うエレキ板、ピップエレキ板貼ってたんですよ。そう、恥ずかしかった。外したよ、ちゃんとちゃんと外して出ましたけど。外して出ましたよ。ハルピョンと温泉ツアーのイベント、何それ。帰りに熱海の温泉入る、いいな。ハルピョンのひまわりが見れてよかった。やった、ありがとう。しかも正面だったの最高じゃん。熱海ってどの辺、マジ土地勘なさすぎる。ぴょんちゃんが行ってた温泉行きたいけど、え、どこ行った、うちどこの温泉行った、待って、え、あの静岡、フェリー乗って行く。あ、でもそっか、何にも、そっか、午前中で終わりだからみんな暇なのか。暇とか言っちゃった、ごめんごめんごめん。でも暇なんだもんね。暇なんだもんね。そうだよね。そう、午前中で終わるから、その静岡をみんな満喫できちゃう、もちろん。え、マジで普通に温泉入ってから帰りたい。あ、でもドボンしなきゃ。ドボンしなきゃ。静岡空港と三島、あ、そう、皆さんにこれお伝えするの忘れてた。なんかわかんない、まだ決まってない、確定ではないかもしれないんですけど、もしかしたらあのなんか空港のところに置いてあるポスターを、もしかしたらね、まだ確定決まってないからわかんないんだけど、もしかしたらなんかその日が南のところでも、もしかしたら置くかもみたいな。この間握手会に、そう、静岡の人来てくれて、その話をしてくださって、わかんない、まだなんか決まってない、まだ確定じゃないんですけどみたいな。そうなんですね。そうだからわかんないけどね。でももちろんあの皆さんにはね、ちゃんとそのあれも見に行ってほしいなとは思うんですけど、そう、なんかさ、やっぱさ、こう電車で行くよとか車で行くよとかあるじゃん。そう、なんかやっぱ行きにくいやんみたいな、なんか車運転免許持ってないんすよみたいな、空港とか行けないんですよみたいな、プンプンみたいな人も絶対いるじゃないですか。だから先に言っとこうと思って。でもわかんない、まだ 100% そうって決まったわけじゃないから、なんか冬の楽しみみたいな。今日の MC、なんか冬、別になんか楽しみはいっぱいあるの。なんかいろんなね、私がここ最近いっぱいなんかお仕事してますとかロケしてますとか言ってるやつが冬いっぱい放送されるんだけどね、言えないのよまだ。そう、まだ言えないのよ。だからお餅食べたいですとか言っちゃった、すっげえあったり触りないこと言っちゃった。お餅食べたいです。でも事実お餅は大好き、本当に。もうでも食べた、今年ぜんざい食べた。え、どうしよう、今アイス食べるかお風呂上がりにアイス食べるか迷う、どっ
どうしようかな。え、どう思いますか。いや、1個しかないんだ。お風呂上がり、お風呂上がり、わかった、お風呂上がりにする。お風呂上がりにする。みんなお風呂上がりって言ってる。始めよっか。上がるのは私たち。すごい、10周年。この10周年ポイントっていつまでなの？なんかあれなんだよね、この間来てたな、概要欄みたいな。25? ありがとう、みんなの方が早かった。ほんとだ、25まで。20ポイント達成でクリアファイルと T シャツ、35ポイントでジューシーフルーツのカタログギフト、50万ポイント達成で充実した高級ディナーチケット、20万ポイント20ポイントみんな達成してるよ間違えた。ボーナスタイム、やいつ勝負に出よう。対戦相手を25まで。 AKB48、 今日ハルピョンと対戦してバーストさせてしまった。大丈夫、始めよっか。よくあるもうなんか、いや、もちろんよくはないよ、バーストさるのはよくないんだけど、なんか昔は本当にドボンに対して感情を持ちすぎてた、マジで。いや、もちろん今も持ってるよ、でもなんかもう、なんかそれが、じゃあ例えばみんなとかみたいに、なんかコインも限られててとかじゃないじゃないですか、私たちメンバーって。コインはもうみんながいいねしてくれればもらえるし本当にそのおかげでガチャもいっぱい引けるし、だからなんかもっとなんか、なんて言うんだろう、いや、もちろんバーストは良くないことなんだけど、なんかそんなに感情持たなくていいよねみたいな思っちゃったやばいでも本当になんか、そんなんか昔はもうなんか、はい、ドローツみたいなはみたいな感じだったの、マジで。いや、もちろんドロー2は嫌いだし、そう、ドロー3も嫌いだし、もちろん勝って、勝ちたい、優勝したいの一番だけど、でもなんか何に怒ってんだろう自分みたいな。23歳大人になったかもしれない。でもなんか自分思ったのが、最近めっちゃ人にありがとうって言ってるなと思って、そう、なんかありがとうっていう回数がここ1年増えたなって、すっごいなんか大人になったなって。なんか一つ一つのことになんかちゃんと、いや、もちろんこれまでも感謝してたけど、なんかそれをなんかもっと言葉にできるようになったというか、そうだなって思ってます。いいこと、ありがとう、ごめんなさいとありがとうはいっぱい言った方がいいって。ごめんなさいを言わないのが一番いいんですけど、そう、ありがとうはでもいっぱい言った方がいいって。ナイス。
ナイス。ちょっと成長した。ドボンできたから嬉しい。やばい、もうこんな時間の発表、明日は朝早い。なんかさ、もうさ、波動も終わって、僕たちも終わってさ、明日の仕事を今一回ちょっと本当に忘れた。仕事があることはすっごい嬉しいことだし。ね。そう。でもちょっと一回忘れたい。明日のなんか概要みたいな一個も見てない。へへへへへ、やばい、どうしよう、筋肉痛満身創痍。びっくりした、携帯ブーって鳴ったからスタッフさんに何も見てないんですか、見てくださいって怒られ怒られラインが来たかと思った。全然公式ラインだった、あぶね。ちゃんと見ます、明日移動の時間に見ます、ちゃんとメイクとかの時間にちゃんと見るんで。あとドライヤーしてる、もう一旦しばらくは、明日明後日もちょっと移動が多いので、ちょっとあんまり波動じゃない、ドボンもしかしたらちょっと少なめかもしれないんだけど、その23日終わって23日の夜からはもう鬼ドボンできるし、まあ、もちろんね、まだ僕の太陽公演もまた出る機会がもちろんあるので、ほんとおろそかにはしない程度にちゃんとその復習したりとかしつつ、まあ、出れたらな、頑張りたいぞって思っているのであれなんですけど、でも一旦ちょっと明日もね、なんかできたりできなかったりって感じみたいな感じだから、ちょっとバイバイとこんにちはがこうなんかこういっぱい交互になっていると思うのですけれども、コメントが変わり次第皆様はいいねをしていただけると嬉しいです、よろしくお願いします。はい、やばい、ドボン押すの忘れてた、危ない、そう、あとちょっとドボンイベントも、いや、私は今のこの瞬間をとにかく自分のポイントを振り切るぐらいまで頑張ってやって、まあ、個人的には個人ポイント10億いきたい。うん、ハルピョンポイント10億、あと22億ぐらい、24億ぐらいかな、なんですけど、ちょっと個人的に、あ、24億じゃない、あと 2億4000万ぐらいなので、ちょっと個人的には頑張っていきたいなっていう気持ちでいっぱいなんですけど、ちょっとピョンズ目標的にはちょっと100億、なんか突破しちゃいたい気持ちでございます。なので一緒に私も頑張るんで、あと2億4000万頑張るんで、みんなで100億いけたらなっていう気持ち。ハルピョンの個人最高覚えてないんだよね。そう、あ、私がドッポーンのさツイート振り返れば多分わかるわ、100億ありがとうとか言ってる気がするから、ドボンのツイートを振り返ったらわかると思う。
まるちゃんのファンの人にドボン返してきた。いや、ピョンズみんなでは1、10、100、1000万、10万、100万、1000万、1億、10億、100、116億いってます。ピョンズみんなでは116億いっちゃったやろう。第2回が、いっちゃってやろう。すごい。今調べてる。どうしても卒業前にコンサート出てほしくて、ゆきりんさん一押しでドボン頑張ってますね。私も最後の最後にさ、やっぱ一緒に出たいよね。こうなんて言うんだろう、これまでいろんなコンサートをこう作ってくださったゆきりんさんと、なんかこううちらで作るコンサート、ドボンライブって本当に自分がやりたい曲ができるので、そうだから、うちらが作る、みんなで作るこうドボンライブのコンサートの舞台にゆきりんさんと確かに立ちたい。え、もう絶対に出れるみたいな人って何人ぐらいいるんだろう。もう絶対14位以内は確定だよねみたいな人、何位までが確定なんだろう今んとこ。 100% いけるやんみたいな。ほんと結構さ、14位とかの争いやばいじゃないですか、マジで。いや、私も推しがねちょっとそこにいるので、すっごいおいおい頑張れみたいな気持ちなんだけど、そう、私は確定、ありがとう。8位から9位は少し差がある。もうセットリストはセンター、いや、セットリストはセンターが決めるっていうか、みんな全員がちゃんとやりたい曲をこう言って、それを叶えていただけるし、そのやりたいって言った曲は大体センターでできます。ハルピョンには1位になってほしいけど、てんてん、いや1位になる、絶対になるよ。みんなで頑張るぞ。頑張ろうよ。まあでもこれはなんかあれでも言ってたんだけど、あの橋本さんのメールすぐ取ります。取り方分かれば、みんなみんな教えてあげて、発表のメールの取り方。みんな教えてあげて、よろしく。1位にさせてやんよ、だってかっけ、かっけ。私も取り方わかんないんだよね。
本当に全く油断はしてなくて、あと10日でどれだけでも変わると思うし、本当に気緩めたら一気に変わる可能性だって大だから、私自身はこれからもずっとちゃんと自分推しで頑張るし、もう本当にね、最終日のもう本当に最後の最後みたいな瞬間にね、もう絶対にもうこれはもう何がどうもう何、地球が300回ぐらいあと回転したとしてももう変わらない順位だなみたいな時になったらねっていうのはあるかもしれないけど、でも私の中では今は全然まだまだ自分で戦う意志は強いので、自分のカードで戦う意志はすごい最強強強女なので、そう本当にまだまだこの後もみんなにはハルピョンのことをハルピョンのカードで対戦していただけたらなと思います。イベントの時しかプレイしない推しメンより普段から頑張ってるハルピョンにセンターやってほしい。嬉しい、めっちゃ優しい、何嬉しい、ありがとうございます。なんか本当前回のショールーム選抜の時もそうやって言ってくださる方がいて、こうなんかショールームこういうイベントの時だけ頑張るんじゃなくて、こうハルピョンはいつも配信やってくれてるから絶対になってほしいんだみたいな言ってくださる方がいっぱいいて、あの慣れなかったんですけどでも嬉しいです、ありがとうございます、頑張ります。なんかこの間のお話し会でも本当なんかいろんな方がハルピョンは頑張ってるからって言ってくださって、なんか嬉しいなと思ったし、もっと頑張んなきゃなとも思ったし、これからもなんかもちろんそりゃなんか配信ばっかしてとかドボンばっかしてって言われるけれども、いやいや僕隊出たよみたいなうん、配信ばっかしてドボンばっかして言われて、僕隊自分で覚えて出たよって、そう配信もドボンもしなかったら私本当に何やってるか分かんないでしょみんなって思うから、そうそう、みんなだってハルピョンが配信も僕隊もやってなかった、僕隊じゃない配信もどうもやってなかった、みんなハルピョン、みんなハルピョン何やってるか分かんなくて何してんのってもっとなるでしょみたいなそう本当ハルピョン何やってんのって言われそうなんかいやもちろんその私だって必死に今回僕隊覚えたし、なんか普段からこういろんな公演の水見みたいにアンダーをいっぱい覚えたりとかしてる子もいるし、でも私は今もう覚えるものは僕隊だからそれは覚えた、一旦覚えるものが一旦ないっていう状況の時に、ね、学校も今もう学生じゃないからさ、もう大学も卒業したからさ、こうハルピョンが本当にドボンも配信もしなかったら、え橋本何やってんのって絶対
対めっちゃ言われてたと思う。逆にね、非選抜が何やってんだよみたいなえ、どうなんだろう、どっちなんだろう、全くやらなかったらどうなんだろうね。いや、エゴサしてるわけじゃなくて、エゴサはこうなんかいいことあった時だけ。だから僕隊をこう今日出た時とかもなんかみんなが僕隊早く良かったよっていうコメントとかはいいねさせてもらったけど、そういう時だけ、波動出たりとかした時だけ。そう、でも基本的にはまあエゴサあんま、本当なんかどうせ心が病むだけだからエゴサはあんまりしないようにしてて、そう、なんかそれを見てなんかへこむのは嫌だしみたいな。でもピョンメールとかメールのハッシュタグはよく調べたりとかしてる。あとみんなのツイッターのコメント、みんながくれるリプとかも見たりとかいっぱいしてるけど、そうで、なんかそうじゃなくて、なんかインスタの DM とかでめっちゃ来るんですよ。そう、もうすぐブロックはしてないけど、え、待って、59分だって、もう、あ、待って、ランキング、そう、すぐに非表示にしてる、うん、私から見えなくしてるすぐ。1位作太郎さん、2位アシュラさん、3位西くんさん、4位熊高さん、5位サプライズレバーさん、6位ミスター社交辞令さん、7位直吉さん、8位くじの大吾さん、9位トラック野郎さん、10位ネバーストップさん、11位哲也さん、12位エンドレッドさん、13位ともゆきさん、ありがとう。はい、うさぎのようにぴょんぴょん飛び跳ねるのは春、ありがとうございます。今日も自慢のラビットちゃん、もっと話したいで、7396盛り上がりの皆さんにきっと期待がお届けしちゃ、ありがとうございました。ちょっと頑張ります、これからも。また僕隊出れる時あったらぜひよろしくお願いします。初日ありがとうございました。早起き頑張る、オンデマ見てね、ドボン頑張る。